峠恋を晴れ、五峠恋を晴る、さんの漫画が原作のアニメ、鬼滅の刃の主人公、かまど炭治郎、かまど炭治郎のフィギュアが、バンダイスピリッツの、フィギュアーツゼロ、シリーズから、フィギュアーツゼロ、かまど炭治郎、全集中として10月に発売される。全集中の呼吸で戦う炭治郎を立体化。日輪刀の周囲を渦巻く木の神神楽の炎を透明のエフェクトパーツとメリハリのある彩色で表現した。全高約19センチ。価格は7480円。かまど伝統師、ねずこのフィギュア、フィギュアーツゼロ、かまど伝統師、千代二術も11月に発売される。千代二術の炎、たなびく神など細部にこだわり、戦う伝統師の美しさを表現した。全高約24センチ。価格は7480円。